小池さんの、側近と言われていた小島さんがですね、小池さんはやっぱりカイロ大学を卒業していないということをですね書いてありまして、それからですねカイロで一緒に暮らした北原桃代さんがですね、素顔を出して、告発してますけども、今までですね小池さんが玉木さんの盟友である小池さんがですね、いろいろと、学歴詐欺のことをですね聞かれてほとんど答えていないということに対してどう思いますか。小池さんが玉木さんの盟友である小池さんが学歴詐欺の小池さんが玉木さんの盟友である小池さんが学歴詐欺の、まあ直接関係ないので、直接関係ないので、困った魚は目でわかると言います。小池は学歴詐欺で困り、国民民主党も困りましたね。直接関係ないので